北海道の内陸部上川地域は良質な木材の取れる森を抱え、明治の頃から木工家具の産地として知られてきた。そんな地元の資源と職人の技術を生かして、誕生間もない子どもたちに贈られるのが君の椅子だ。子どもの誕生を地域で祝うというコンセプトで2006年に始まったプロジェクト、上川地域の5つの町が新生児に椅子を送ってきた。椅子は家具の中でも特に個人に帰属するもの。子どもの居場所を確保することで、その子の安らかな成長を願い、座面の裏に誕生日と名前を焼き付けている。愛着を持って椅子を使うことで、地域の文化や産業に対する思いを育んでほしいという願いもある。また椅子をきっかけに子どもを地域全体で育てる意識を高め、住民同士のコミュニケーションが活発になることも狙っている。椅子は毎年デザインを変えて作られ、約10年で1000脚以上が贈られた。実はその中には、東日本大震災の日に東北の被災地で生まれた子や、活動に賛同する全国の個人会員の子どもに贈られた椅子もある。また今年、長野県の村がプロジェクトに加わった。かけがえのない命の誕生を椅子を通じて祝うという理念が、北海道から全国に広がりつつある。